僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、ほか各社の提供でお送りします。今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待っている。2018年6月14日木曜日、時計の針は9時2分を回りました。お届けしてまいります観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターはあけぽんでお届けいたしますよ。皆さんどうぞ10時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて、私がおりますここ、読谷村高志保にございます。32の工房、そして101の感動体験ができるテーマパーク、体験王国紫村サテライトスタジオなんですけれども、こちらから今見えている景色はですね、はい、雨が降っておりますね。今ちょうどまだ小降りじゃないかな、結構降ってるかなね。まあ今ね、沖縄県の方では今朝のねイモーニングの方でもお話ししておりましたけれども、このダムの貯水率、はい、貯水率がですね、過去10年で最低を記録したということでね、はい、新聞の方にも出てました。9年ぶりのですね渇水会議が行われているということでですね、また結構深刻な問題になっておりますけれども、ちょうど今週の、日曜日ね、父の日にあたる日曜日がですね、なんと、軍ガチハーリーユッカの日ですね、はい、ユッカの日になっておりまして、糸満ハーレーもね行われる日となっておりますが、16日17日でしたかね、はい、なので、沖縄の方ではこのハーリー鐘が鳴るともう梅雨が明けると言われてますので、もうこの短期間の勝負っていう形になりますかね、この雨ね。後ほど天気予報もねお伝えしますけれども、もうこの際集中的に雨も降っていただいてね、ダムの方にもたくさん、水が溜まるといいなと、はい、願っておりますね。観光でねまた週末沖縄にねいらっしゃるっていう方、また来週もそうですけれどもね、もしかしたらハーリー見に本土からね来るっていう観光客の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、どうかねもうこの時期沖縄県にとってはですね恵みの雨となりますのでね、まあ雨が降ってもね楽しめる場所がちょうどあけぽんがいるここ体験国紫村ですのでね、ぜひ読谷村にいらした時にはですねこちらの方にお立ち寄りいただきまして、またたくさんの体験もしていただきたいなと思っております。さあ雨の話はねこれくらいにして、そうそう今朝あけぽんですね、あの娘
神谷琴音さん、ね、ラジオから先ほども妹にも言ってましたけれども、読谷高校のですね平和学習についてもですね、告知したいということで、朝早くからね本スタジオの方にも行ってまいりましたけど、またその話もね後ほど、次のコーナーでねお話ししたいと思いますが、沖縄はですねこの慰霊の日に向けてまた様々なね行事も行われていきます。そういったご案内もねしながらまたこの1時間進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日のナビゲーターはあけぽんです。さあ、本日のドライビングナンバーをお届けしてまいりたいと思います。さあこの慰霊の日に向けてですね、また今日はちょっと変わったこちらの曲かけてみようかなと思います。森山良子さんでサトウキビ畑、お聴きください。
お届けしました。本日のドライビングナンバーは森山良子さんのサトウキビ畑でした。からはですね、天気予報をお届けしてまいります。沖縄本島地方は、14日昼前から強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。また15日にかけて発生した積乱雲の下での落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となっております。はい、私がいるね、今この高千穂のサテライトスタジオの目の前、雨が強くなってきましたね。はい、本日、沖縄本島中南部東の風やや強く、後、南西の風強く雨、夜曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降る見込みです。波の高さは 1.5 メートル、後5メートル、うねりを伴う、見込みです。降水確率の方なんですけれども、午前中が 60%、午後が 80%、夕方から夜にかけて 30% となっております。日中の気温は、那覇で最高気温が29度ということになっておりますね。はい、お天気はね、まあ、雨でちょうどね、ムシムシとした暑さになるのではないかなっていう感じですけれども、どうぞね、今日は一日多分こういった天気になると思いますのでね、観光で沖縄にいらしてる観光客の皆さんね、また沖縄のね道路は滑りやすいと言われておりますので、ぜひ車間距離をとって安全運転でまたね観光の方も楽しんでいただきたいなと思います。ね、時間に余裕を持った行動をするといいですね。はい、以上本日のお天気予報でした。お届けしております観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時13分を回っております。さあ、雨がだいぶ激しくなってきました。風もね強くなっている。はい、こちら体験王国紫村サテライトスタジオからですが、はい、この番組はですね、地上波 FM ね 78.6MHz、生放送でお届けしておりますよ。ね、ちょうどカーラジオをつけたら、もしかしたらねこの番組聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。この番組ではね、皆様からのメッセージもお待ちしておりますよ。どうぞメールを送る際にはですね、安全な場所に止めていただいて送ってくださいね。メールアドレスはこちらまで、 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、 懸命にですね読谷ラジオと書いていただくとですね、探しやすいですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。今日はですね、またこの後のコーナーですね、読谷何でも調査団、そしてまたね本日は木曜日ということで、ホテル日光有平さんの方の情報もねお届けしてまいりますので、引き続き観光情報番組読谷ラジオをお楽しみいただきたいと思います。それでは一旦 CM に入ります。
読みたん何でも調査団。読みたん何でも調査団。どこにでもあるでもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかったさの枠を広げる読みたん何でも調査団のお時間です。はい、時計の針はね9時17分を回っておりますが、ここからはですね、この読谷なんでも調査団、今朝ですね、この朝一番読み、FM 読谷の本スタジオの方にですね、はい、私行ってきたんですけれども、はい、何しに行ったかというとですね、はい、この読谷高校で行われる6.23 慰霊の日に向けたですね、はい、この平和学習の一環でですね、はい、読谷高校の方でですね、ちょうど、明日は、6月の、はい、今日がね14日ですか、明日は6月の15日の金曜日、はい、嘉手納町文化センターの方で行われるんですけれども、はい、この慰霊の日の平和学習の一環としてですね、読谷高校の生徒の子たちみんなでですね、舞台などもね発表がありますので、はい、これの、お知らせをしにですね、はい、神谷琴音さん、まあ、娘なんですけども一緒に、行ってまいりました、ね。本当にですね、この舞台すごいんですよ。子どもたちの演劇がですね、各、まあ、いろんなシーンがあるんですけどもね、昨年ももちろん見てきたんですけども、もう泣きました。でこれ台本があるんですけどもね、で去年は、まあ、娘は、まあ、一般のねこの子役で出てたんですけれども、今回はねこの女学隊ということで、いわゆるこの姫売り女学隊の方たちのようなね、戦場で兵隊さんのお世話をする生徒たちですね、そういった、役をする中で、実際年齢的にもねこの高校生の子どもたちが、現場の方でね戦時中活動してたわけですけども、それとねちょっと親としての気持ちが被るんですね。それで、当時の親御さんたちもどんなにこんな苦しい思いでね自分の子供たちを戦場の場に送ってるのかとか、でその主人公の女学隊のねお母さんが後だからどうって、行かなくてもいいんじゃない、あんたは残りなさい、お父さんまで亡くなってるのにあんたまで亡くなったらお母さんはどうするのみたいなシーンがあるんですけど、思い出しただけでも涙が出そうになりますけれどもね、本当にそういったね時代にお母さんこんなこと言ったら非国民になるよっていうセリフを言うんですけど、なんか行かざるを得ない状況にね追い込まれていたこの戦争っていうのをね考えると、とてもとてもね辛いなっていうのもありましたね。どうぞ明日はですね、たくさんのねこの読谷村民の方々、そして嘉手納町民の方々ね、お近くですので、この嘉手納文化センターの方 でしたかね、はい、嘉手納文化センターですね、はい、あちらの方で朝早いですね、9時10分受付ので、9時30分開演という形でね、まあ、まあ劇もそうですし、いろんな舞台がねもちろんありますのでね、ぜひ見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、この6月というね月から、この 6.23 慰霊の日に向けて、さまざまなね、まあ行事が、沖縄県内の方でも行われます。まあ、今年はですね FM 読谷の方もですね、はい、この大湾自治区の方にね、中継が入りまして、皆様の方にですねその模様をお伝えする予定となっております。はい、その他にもですね、はい、読谷村、で行われる行事としてですね、まあ、観光客の方もね多分、
この時期沖縄がね慰霊の日 6.23 慰霊の日があるっていうこともねいろいろと情報はあると思いますのでね、まあ、旅をしながらこの平和学習平和について考える月でもあるのかなって思いますのでね、ちょっと、また読谷村の方のねこれはで行われる講話なんですけれどもね、今週の土曜日にございます、平成30年度慰霊の日のね、関連事業といたしまして、慰霊の日関連事業としてちびちり釜遺族会による講話を開催いたします。平和の尊さについて考える日にしてみませんかということでですね、多くの皆様にですね足を運んでいただきたいのがあります。これはですね今週の土曜日になりますね、はい、6月16日土曜日、場所が読谷村立図書館2階の集会室となっております。ちびちり釜遺族会による講話、講師としてですね与那覇則夫氏ちびちり釜遺族会会長でもあります与那覇則夫氏をお迎えしてのですね、はい、講話会が行われます。で場所が読谷村立図書館2階の集会室となっておりますよ。時間が、13時30分からとなっております。またね講話に関連したパネル展示もね、特集コーナーを設置しておりますのでねぜひぜひ、そういったことがあるの、ちょっとじゃあ読谷村の方にね足を運んでみようかなっていう方がいらっしゃいましたらぜひお立ち寄りいただきたいと思います。パネル展示の方はですね6月1日から始まっておりまして、16日の土曜日まで、こちらも読谷村立図書館2階のね集会室で、特集コーナーの方が、6月1日から始まっておりまして22日の金曜日までね、これは図書館のですね1階フロアの方で行われております。はいね、そういった感じでね、まあ、旅行で来ている観光客の皆様もですね、まあ、そういったことに触れるチャンスかもしれませんのでねお知らせしましょうね。もう一つですね私がね、気になったのでですね読谷村でですねこうやって発行しております、さまざまなねマップがございますけれども、その中の観光協会がね発行しています。大鳥マップというのがございます、ね、こちらの方にもですね、この学ぶっていうところのですね、はい、これは何ていうのかな、分野っていうのかな、はい、こちらの方にですね、ナビがあるんですけどもね、はい、観光客には嬉しいこの、ドライブマップにもついているこのマップコードね、マップコードがありますよね。これにですね、読谷村でいうと、まあ、ちびちり釜のだったりですね、まあ、波平にありますちびちり釜だったり、しむく釜、ね、こちらもね読谷村波平にありますしむく釜とかもありますし、でまたですね、はい、あのサトウキビ畑可否広場っていうのが読谷村の高志保、まあ、こちらからねすぐ近くにあるんですけど大建国紫村からも近いですけどもね、そういった場所だったり、あとはですねこの夕番田浜ねございます、こちらにもありますよ。漢方ぬくえぬくさっていう可否がありますけどもね、まあ、こちらのマップコードなどもあの載っております。はい、でまたね読谷村の方ではですねこの6月23日慰霊の日に合わせてですね、はい、オープンします、ユンタン座、待ってくださいね、世界遺産座喜味城跡ユンタン座ミュージアムというのがですね、はい、6月23日にグランドオープンいたします。こちらもですねもしね、来週旅行を予定していますっていう方ね、ぜひぜひ見に来ていただきたい場所となっておりますよ、ね、はい、そういった場所もございますのでぜひぜひ、足をお運びいただきたいということでね、本日は、はい、6.23 慰霊の日に向けてですね読谷なんでも調査団こういった情報をお届けいたしました。
刻は9時26分を回っております。はい、この時間はですね、読谷スポーツインフォメーションを、お届けしたいと思います。はい、読谷村ねスポーツコンベンション情報をお届けするんですけれども、今朝はですね木曜日ということでですね、イモーニングスポーツの方でもイモスポーサッカー情報をお届けしてましたね。はい、4年に一度行われるね、はい、サッカーのね祭典ワールドカップがね、ロシア大会でしたかね、行われるということでね、大いに、盛り上がっておりましたキングカズオさんとみゆきさんね。はい、そんな中、読谷村の方もですねこのキャンプ情報といたしましてね、このサガン鳥栖とかヴィッセル神戸サッカーもねやりますけれども、そういったキャンプをやっている時にはですね、この読谷ねキャンプやってる時はね、またそういった番組でねサッカー情報もやっていますよ。毎週木曜日ね、ちょうどあのみゆきさんとキングカズオさんがやってるサッカー情報、今日はね、このスポーツコンベンションと関係ないワールドカップの話で大盛り上がりだったんですけどね、そういったラジオ放送でもね、キャンプの時はもうサガン鳥栖とかヴィッセル神戸、まあ普段からねそういった話もカズオさんいっぱいやってますけどもね、私自身がね勉強になってるっていう感じですね。はい、今日はね、いつもはラグビーの話とかもするんですけどね、はい、今日はこのサッカーで盛り上がってたので、今日のね夜中からって言ってたかな、ワールドカップねスタートするって、初戦がスタートするって言ってましたけどもね、多分皆さんもう眠れない日々が続くんじゃないのかなって思いますが、また読谷スポーツインフォメーションね、今後も続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまたね一旦 CM いた、入りたいと思います。ホテル日光アリビラインフォメーション。ホテル日光アリビラインフォメーション、太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方を、ご紹介してまいります。さあ、毎週木曜日のこの時間からはですね、はい、ホテル日光アリビラインフォメーションをお届けしてまいりたいと思います。ちょうどね今この高志穂にございます体験屋紫村サテライトスタジオの目の前、すっごい大雨になってましてですね、修学旅行生がねたくさん今ちょうどバスがついて入園してきたところなんですけども、もうキャー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 しながら、もう風本当に強いですね、ビュービューした感じなんですけれども、はい、雨が降っててもねまたねいろんな楽しい体験していくんだろうなっていう感じですね。どうぞ楽しんでいただきたいなと思います。さて、この時間からお届けしてまいります、はい、ホテル日光アリビラ情報、はい、アリビラさんの方ではですね、
リビラミュージックバースデー2018、6月27日水曜日、はい、こちらはですね、はい、開業記念日となっておりますね。アリビラさん今月お誕生日なんですね。おめでとうございます。はい、ね、この、誕生日に限りこの日はですね、まあ、ウェルカムミュージックや、まあ、プールサイドのライブ、あと打ち上げ花火もありますね。ラウンジライブなどアリビラの、ね、開業記念日の6月27日に限り、音楽エンターテインメントをお届けいたしますということでですね、はい、今ね本当にねちょうどもう大雨になっている中、ね、アケポンの方でちょっとアリビラ情報を進めて、参りたいと思いますけれども、ね、先月まではねアリビラさん、花にいっぱい囲まれたねこの、なんていうのかな、話題でいっぱいだったんですけども、この今月からはねお誕生日ということでね、まあ、こちらの情報をお届けしているわけですけれども、ランチミュージックちょっとねこちらの方もねご紹介していきましょうかね。はい、アコーディオンのね演奏でランチタイムをお楽しみいただけますということでですね、これは小林里奈さんね、ラテン音楽をルーツに世界各国の音楽とね情緒あふれるネオンと歌で表現するアーティスト、ね、ラテンパーカッションやフラメンコギターなどさまざまなジャンルとの、ね、コラボレーションや多様なスタイルで演奏するアコーディオニストとしてですね新しい可能性を追求していますよということでね、この小林里奈さんですけれどもね、はい、時間が、まあ、当日ねこれは6月27日のスケジュールとなっているんですかね、はい、12時30分からとでまた、13時30分、ね、各30分間行われるということでね、場所が、カジュアルブッフェ花花さんとなっております、ね、アコーディオンってねなかなかね、小学校の時まではね音楽の時間って見たことあるかなっていう感じではあると思うんですけども、またねその独特なこの音楽っていうのかな、音っていうのかな、音色っていうのかな、そのアコーディオンのね響きと、まあ、いろんなものとねコラボレーションもするっていう形なんでしょうか、それともねこれ単独ライブなのかなね、また谷継さんがいらした際にねお聞きしたいなと思いますけどもね、はい、そういったのがねカジュアルブッフェ花花さんの方でね楽しめるということですのでね、はい、食事もしながらねランチミュージックということですね、はい、でまた、次のこちらの方がですね、はい、これはウェルカムミュージックって書かれてますかね、はい、こちらの方がですね、チェロによる生演奏でホテルのお客様をお迎えいたしますということでですね、これは、浜なんていうのかな、ユーゲンさんかな、チェロ奏者のね、方なんですけども、3歳よりねチェロを習い始めたね、クラシックを中心にさまざまな音楽をとも関わりを持っているね、アーティストの方だそうですよ、木製のチェロだけでなくてエレキチェロも使うことをしてね表現の幅を広げ、沖縄県内のイベントやカフェなどで活躍されている方ね、はい、こちらの方がウェルカムミュージックということでね、こちらは、6月27日ねちょうどこのね、はい、アリビラの開業記念日に合わせたこの日にですね、またこちらは、中ロビーの、ね、中央ソファーの方で行われます、はい、時間は14時とで15時と2回公演ですね、各30分間となっております、観覧は、ね、無料となっておりますのでね、ぜひこちらの方もアリビラの方でまた素敵な、ね、時間くれそうです ね、こちらの方は、ロビー中央ソファーでということになっておりますよ、はい、
さあ次々またね紹介していきましょうか。はい、でこの次がですね、なんと、プールサイドライブ。はい、こちらはまたですねプールサイドでの野外ステージライブ。こちらはですねまた一夜限りのスペシャルユニットによる心躍るサウンドで素敵なリゾートの夜を演出いたしますということでですね、はい、プールサイドでの野外ステージライブ、こちらの方はですね、太陽に、これはごめんなさいね、なんて書いてあるのかな、ソウルな、あごめんなさいね、バンドスタイル、なんだろう、何スタイルなの、バンドスタイルなのかな、サラウンドかな、そう、ごめんなさい、後ほど確認して聞いてみましょうね。あ、これあれですね、太陽のように情熱的に、月のように優しく暖かい南風を思わせるボーカルと、それを包み込む心地よいギターの音色が聴く人に情熱と癒しを届ける、これ沖縄ラテンユニット、これね、なんだったっけ、この川崎さんがこの前来てたんだよね、ごめんなさいね、はい、川崎さんこの間ね、ノアハウスの方にもいらしてましたね、ちょっとお待ちくださいね、音楽が止まってしまいましたか、はい、そうそう、これねパーカッションのね、ね川崎さんで、川西やん陽介さんかな、バイオリンでね、あとドン久保田さんベースですねが加わり、スペシャルな演奏をお届けしますよということでですね、これは6月23日ですね、はい、ホテルニックアリビアさんの方でね行われるんですね。こちらの方の日程がですね同じく6月27日なんですけれども、夜ですね、19時からと、20時、ね、各30分間ステージが行われるようですね、ガーデンプールとプールサイドステージということでですね、もちろんこちらも観覧は無料となっておりますね、悪天候の時はですねまた中止となる場合がありますのでということでね書かれておりますけれども、ちょうどね今私がいるこのサテライトスタジオ上空もうすっごい大雨になってますね、はい、ちょうどねこのバスガイドさんたちもね私のいるステージ上の隣でね今ねいらっしゃいますけど、雨に濡れませんでしたか、皆さん大丈夫ですか、生放送でお届けしておりますよ、はい、FM 読みたんでございます、大雨ですね、はい、映ってますね、映ってバイバイしてますけどもはい、映ってますよ、これね生配信中ですのでね、はい、ありがとうございますね、もう修学旅行生が、ね、たくさん入ってきた中でね、もうバスからね入り口移動してくる中でも大雨に降られちゃっている状況が続いておりますけれどもね、はい、こちらのねアリビラ情報を続けてお届けしていきたいと思います。さてさて、はい、先ほどのですねガーデンプールサイドステージね、はい、このスペシャル演奏のその次はですねまたラウンジミュージックということで、ジャズライブでゆったり大人の時間をお過ごしいただけますということでですね、こちらもご紹介いたしましょう。はい、こちらの方がですね、はい、6月27日のね、19時30分で20時45分21時45分からということで、各30分間ラウンジ有明からの方でアリビアントリオ、こちらはね演者の方ですね、ジャズバンドですね、ジャズバンドの方で、あ到着しましたかね、はいはい、到着いたしました、はい、ありがとうございます、はい、もう早速ねお名前の方どうぞはい、ホテル日光アリビラの
広報担当してます谷継と申します。はい、谷継さん、大雨でしたね。大雨で、車の運転気をつけてください、本当ですね。すごい渋滞で、あ、やっぱりね、ごめんなさい、ね、もう早速ね、今ねちょうどね有平のね、このお誕生日ね、開業日に向けてのね、はい、ご説明してましたけども、はい、ごめんなさい、一箇所だけなんですけど、私ねちょっと読めない、演者の方がいて、これはソルナさんですね。ソルナさん、ソルナバンドスタイルっていうものかな、ね、ソルナさん、読谷村のね出身の方も入ってます、川崎さんも入ってますね、はい、はい、ミュージックバースデーですね、そうですね、こちらの方をご紹介させていただきまして、今ちょうどねラウンジミュージックの方ね、はい、の方にねご紹介に移っていたところなんですけれども、はい、こちらの方がギターによる1日限りのね、うん、はい、まあ大人の魅力とトリオがね奏でる音色でってことで、リゾートの夜を優雅な時間を演出しますということになっておりますよ、はい、で時間の方、お知らせしましたけれども、ね、19時30分と20時45分21時45分の、はい、各30分、はい、ね、ラウンジ有明からの方でですね、こちらの方はね、ご観覧をラウンジのご利用の方に限るという形になってますかね、うん、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、特別ディナー用意してまして、うんうん、はい、はい、中国料理金社座で、はい、6月27日の一夜限りで、はい、中国茶と楽しむヤム茶スペシャルバイキング、あ、すごい、はい、通常、通常のディナーのメニューっていうのが、うんうん、コース料理になってるんですけども、うん、はい、この日1日限り、はい、ヤムチャスペシャルバイキング、はい、ランチバイキングでは、うん、有名な金社さんの、はいさんね、ランチバイキングなんですけども、はい、そちらのスペシャルディナーバージョンで、わ、すごい楽しみですね、はい、ね、これもね一夜限りとなっておりますのでね、ぜひ皆さん、はい、ね、でまたね打ち上げ花火もあるんですよね、その日ね、はい、花火、プールサイドライブの後、うん、はい、あと、はい、8時半頃に、8時半頃ですね、はい、楽しみですね。この日もまたね、なんで花火が上がってるのって感じにならないように、ね、村民の皆さんぜひぜひねよろしくお願いしたいと思います。ちょっとねもう時間がね短くなってしまったんですけども、はい、ね、じゃあもう今月はねお誕生日開業日ということでね、有平さんも盛り上がっていくと思いますので、はい、ね、お客様の方もね、また住民の方もぜひですね、そういった無料イベントに足を運んでいただきたいなと思いますね、はいはい、まだお花もね、うんうん、たくさん残ってるので、うん、はい、今日恵みの雨になったかな、じゃあちょっと降りすぎですよねそうですね、急に、はい、もうね安全運転でね楽しんでいただけても嬉しいです。ぜひぜひ、ね、ちょっと短い時間でしたが、ね、はい、谷継さん、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、ほんとすいません
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーです。さてさて、観光客の皆様ね、レンタカーを借りる際に手渡されたレンタカー沖縄ドライブマップ、こちらのね冊子ではございますけれども、はい、今日みたいにですね、もう強い雨の日なんかね、先ほど言ってましたね、谷粒さんがもうね、ね、もう渋滞もしてるし、ね、滑りやすくなってます。沖縄の道路ね、滑りやすいですので、ぜひぜひ安全運転でね、はい、時間にも心にも余裕を持って行動していただきたいなと思いますよ。ね、またね、この朝のね、通勤ラッシュ、今朝も大変だったと思うんですけども、バスレーンなどもね沖縄ありますのでね、でまたその時間帯によってね、この中央線が変わる場所もあります。どうぞね、そういったものもね前もってね知ってるととてもね便利だと思いますので、ぜひぜひそういった情報もねご確認いただきたいと思いますよ。あとですね、こちらのね、レンタカードライブマップの方にもですね、このナビ設定が簡単なマップコードもちゃんとついておりますね。行きたい場所のね、マップコードもついておりますので、ぜひぜひこちらの方もチェックしていただきたいと思います。読谷村にねちょうど向かっている方、読谷村にいらした方もですね、この31ページの方のにもですね、 FM 読谷のスタッフがおすすめする観光スポットも掲載されてますよ。でこれにもですねちゃんとマップコードがありますのでね、はい、こちらもね便利に使っていただきたいなと思います。はい、以上メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。ここからはですね、皆様からのメッセージをねご紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。平日なんですけどもね、はい、たくさんメッセージが届いてますね、ありがとうございます。ですね、こちらはあけぽん、おはようございます。久しぶりに平日お休みでラジオが聞けて嬉しいなと思ったら、まさかのあけぽん担当、嬉しいです。7時のことねちゃんのイモーニングもしっかり見ました。落ち着いたしっかりしたトークで素晴らしかったです。あけぽん譲りですね。えへ、はい、ユーストリームの SOS 対応もありがとうございました。ギリギリクロストーク聞けてよかった。ユーストリームが止まるとね、関東県内ね大騒ぎになってしまいます。かっこ笑いということで、ではでは最後まで聞いてますということでですね、これはですね、なんとラジオネームが入っていないけど、あれだな、ユーミン会長かなね、多分ユーミン会長だはずね。合ってる、合ってる、ユーミン会長聞いてますか。はい、あとですね、もう一つ来てますよ。あけぽんさん、おはよう。朝寝坊してことねちゃんの告知聞きそびれちゃったよ。連日会議続きだから今日は早く上がるぞ。追伸、マカロンの作り方教えてということでですね、すごいですね、今日何かあるんじゃないかな。これもラジオネームがありません。多分何かのね機械のあれかもしれないね、ユーストリームからみんな送ってるのかな。はい、これもね誰かな、会議って書かれてるね、誰だろう、マカロンの作り方教えて、誰だろう、会議続き、これパンコペンコさんかな。でもね、連日会議続きって書いてあるね、昨日会議とか言ってたような気がするからね。さてさてね、続きましてこちらの読みたいと思います。あ、こっちはちゃんとねラジオネームっていうのが入ってますね。はい、ラジオネーム、はまちゃんからです。はまちゃん、ありがとう。あけぽん、おはようございます。今朝のイモーニングのことねちゃんの生出演を聞きました。明日の
戦争の演劇頑張ってね。行ける方はぜひ見に行ってくださいね。もうすぐ慰霊の日ですね。私も毎年6月の三線教室でひめゆりの歌という沖縄民謡を歌って、戦争についてたくさん考えさせられますということでですね書かれておりますけれども、はい、これもうちょっと下に続きがあるのかな、はい、あここまでですね、はい、浜ちゃんさんもね三線頑張りながらそういったね演奏もされてるんです ね。やっぱこの月はねたくさんの方々がそういった戦争のこと平和についてのことっていうのをね思う一月になると思いますのでね、ぜひ浜ちゃんさん沖縄にいらした時にはそういったね沖縄で三線弾いて、先ほどのね、ひめゆりの歌という歌も歌ってぜひアップしていただきたいですね。 YouTube でもよろしくお願いいたします。で今日ねちょっとねユーストリームの不具合もあってね、これごめんなさいね、メールの方ね先ほどのね前半2人多分ユーミンさんとこれパンコペンコさんじゃなかったらどうしよう、ラジオネームというのがねちょっと今日は抜けてるのでねお名前の方が出ておりませんけれども、メッセージねありがとうございました。はい、今週はねまたいろいろと平和についてもですけれども、また今週の日曜日はね父の日ということもございますのでね、お父さんに向けてね、土曜日はあけぽんまた読みラジ担当ですのでね、ぜひぜひ父の日に向けたなんかメッセージもありましたらぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。さてお届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ホテル日光有ビラ他各社の提供でお送りしました。読谷ラジオね明日もやってますのでぜひメッセージをよろしくお願いいたします。あけぽんはまた土曜日皆さんとお会いしたいと思います。みんなメッセージありがとう、まったねー。